社長の方から、うん、まあそのコンセプトとか、はい、そのどういうふうに、うん、まああのできてるかっていう構造とか、はい、そんな感じの、はい、僕ちょっとわからない部分を使ってみて、はい、気になったことをじゃあ質問させてもらっていきますね。はい、はい、まずこのワームというかこのスイムウェイトの形、うん、はい、このなんか扁平じゃないですか、はいはいはい、今回のやつって、うん、これっていうのはなぜこの扁平の形で、うん、はい、ですね、まあこれ実はコロナ前の2019年ぐらいから、うん、まあ我々ウエストパップは行ってたじゃないですか、うん、まあその時からあのテストしてたんですけど、まあちょっとあのコロナ入っちゃって、うんうんうん、我々久方ぶりのウエストパップだったんですけど、そうだね、あのそもそもこのルアーのコンセプトがあの絶対に根掛かりできない、うん、はい、我々使ってるタックルがあの、まあ、糸が太いじゃないですか、うん、BE の6号に、うん、まあ、カズさんショックリーダー130でしょ、うん、クロロの、うん、で僕でもナイロンの100ポンド、うん、まず切れない、うんうん、しかも近いんで根掛かる距離が、うん、あの無理じゃないですか、うん、いろいろ無理じゃないですか、うん、なのでまず絶対にというか、まあ、根掛かりしないっていうのがまず一つ、うん、大事、もう第一コンセプトね、一番大事、うん、でただあの根掛かりさせないのは割とじゃあ簡単で、うん、針をね完全にワームに埋めちゃえば、うん、根掛かりしづらいじゃないですか、うんうん、だけどあのフッキングが悪くなる、うん、なのでこのルアーのコンセプトめちゃめちゃ簡単に言うとフッキングはちゃんとするけれども、うん、根掛かりはもう限りなくしない、そうゼロに近づけるっていうのがコンセプト、まあ、そういったコンセプトがまず根っこにあって、うんうん、それから今カズさんがおっしゃった、うん、あの形状形ね、はい、通常のワームって、まあ、魚型っていうか断面がこういう形じゃないですか、うんうんうん、もう少しこう、こういうね、そうそうそう、こうなってる、ね、細長い、うんうん、扁平な形で、うん、針がそれに沿う形であるじゃないですか、うんうんうん、そうすると魚がこう加えた時に横になる可能性が高いんですよね。恣意的にこう、うんうんうん、当たりがあった糸付け取ってバシンみたいな、一般的なこう、うん、バッスリっぽいのができないので、うん、あのまあ、なるべくこの魚の口の中で針がこう立った状態っていうのをキープしたい、うんうんうん、横にならないようにね。そうなんです。でそのためにあの一旦ちょっとこの扁平に、ね、ですからおさらいすると根掛かりしたくない、うん、障害物に針が刺さるような根掛かり、うん、これはもう切れないんでまずそれを避けたい、うん、でかといってフッキング能力を弱くしたくない、はい、それと魚が加えた時に針が横向きになってすっぽ抜ける、でこういう現象を減らしたいということでこの形になりました、はい、ということですね。はい、そういうことです。なるほど。あのこれ実はあの無垢のはあのスイムベイトじゃないのよ。イメージで言ったらそのフロッグとスイムベイトの、まあ、ハイブリッドな的なイメージと思ってもらえばいいかもな、うん、あのここ中が中空になってるんで潰れやすい、要は針が出やすい。現地の、うん、あの方々がなんで切れないんだっていうのは驚いですよね、うん、あの時に、はい、ラストマーなんでね、うん、12月発売されると思うんですけど、うん、今回ちょっと何度か最初まず10色ね、うん、そうです、うん、ナチュラル系からチャートのアピール系からで、まあ最初の10色は、まあ、ラメ入りだったりラメなしだったりとか、うん、いう感じで厳選の10色が、はいはい、出るという感じなんで、はい、このジグヘッド一体型ね、はい、でまあこれも、まあ、この針のその太さと強度に関しては、うん、まあ、僕の方がその社長の方にもずっと話をして、うん、はい、もう
パプアンバスだけにフォーカスして作った感じだよね、うん、そうですね、これはあの潜在から選んで、うん、あのオリジナルで作ったものなんですけど、うん、あの正直パプアンバスを、まあ、メインターゲットとしてやってるので、うんうん、この仕様に関しては、うん、まあ、国内だったり国外でもいいんですけど、まあ、普通の魚って言ったらおかしい、そのパプアンバス以外の魚にはまあちょっと太いかもしれない、うん、かもしれないと思って今回、まあ、実調してみて、うんうん、まあまあパプアンバス以外にも、うんうん、まあ何バラマンディとか、ね、マングローブジャックとか、うん、まあ、GT とか、うん、まあ、GT なんかに関しては、まあ、20キロオーバーのがかかったりとかして、あとバラクーダ10キロぐらいのバラクーダって言ったんだけど、うん、折れない伸びないこの針で意外と太すぎて刺さんないかなと思いきや、うん、意外と刺さる。で、まあ、さっき社長が言ったように横にならずに結構まっすぐ針が立って、うん、まあ、フッキングもだいたいこのいいところにかかってる感じが多かった、ね、まあ、コンセプトとしてはここのここですね、うん、ここにかけるっていうのがあの一番、まあ、理想は理想で、まあ、一番弱いじゃないですか、うん、弱いというか、まあ、なかなか外れないのがあって、まあ、カズさん、かけた中では、まあ、20キロオーバーのGT とかでも、うん、一応針は大丈夫に返ってくる、全く問題がない、絶対折れないってわけじゃないと思うんですけど、うん、あの一応このパプアンバスにの、うん、まあ、ワールドクラスをかけても、まあ、大丈夫かつ、そうだね、あの、まあ、その中で大丈夫な中であの刺さり重視で、うん、まあ、この形状と線形っていうのを選びました。もうオリジナルでね、うん、なんでちょっと針も眠ってるんですけど、うん、これもあれでしょ、実際やってみてそんな苦になんなかった、なんなかったね。そうなんですよ、これね、針のポイントがここの愛に向いてないと伸びるんですよ、うん、なのであのこの線形で多分トリプルフックを普通に作ったら多分伸びちゃう、うんうん、でそれが針先がここのこう引っ張られるんで、うんうん、ここに向かってますよね、この針先がちょっと眠って、うん、そうすると力が全てここにかかるんで、あの結構ねルアーマンこの眠りを嫌がるんで、うん、あのまあ、スレが減るというか、あのちょんがかりを拾いたい人も多いんで、なるほど、はい、ただこのルアーの場合しっかりこうパクって食って初めて成立する釣りなんで、うん、まあえてこの眠り、これはすごい嫌がる人いるだろうなとは思ってるんですけど、未だに なんですが、一応この形状を作りました。海外行けるようになりつつあるというかなってるんで、あの、まあ、そういう人たちもいいし、またあのこのルアーをね、まあ、国内の他のターゲットになんか使いたいって人もいるかもわかんないし、まあ、あとこれ海外の人が俺らの知らん魚っていうかあんまり やんない魚、まあ、パイクとか、まあ、他の魚でもこういうのを使ってみよう、間違いなくあのオーストラリアのバラは使えるじゃん、ね、ほぼ間違いなくこのまま使えるじゃないですか、うん、なので、まあ、そういうのにバンバン使っていただきたいなと、はい、思います。